このわらわとちぎらぬかえ。セクロスですね。練習一回。こんにちは。コテキちゃんを手に入れた。何コテツだろうね。ごめん。龍馬が入るとね、だいぶ楽になるんですよね。威嚇射撃とかでね、うん。足を止め、向きを変える。これでうまくいけば敵に攻撃をさせずに、こっちのねターンを続けることができるんで。これよ。確定ではないけども、まあ止まってくれたら儲けもん。カロウとんでもない顔してるね。タオさん、許せ。で、女性キャラはもちろん切ってません。切らずに最後までね。また後でな。あれ、箱入り娘だね。一応なんとなくは覚えているものの、マップ自体はリメイクされて初めてだから。あの子を眺めてたのかい。こんなマップだっけっていうね感じになってる。すっごい名前だなこいつも。手振ってあげなよいっぱいいるぜ。こうがこう、ん？肩が凝るぞうか。かまいたち。でもこうやってちゃんと名前をさ、つけてあげてるのは偉いよねそのまんまハンシーとかさ、そういうのだけじゃなく、こういうところにも面白さを盛り込んで、小倉、吉宝、小倉吉、吉則、ちょっと小林吉則先生みたいな響きだな。こいつにはかなわんき。もしかしてそういう感じかな。50人切り折り返し。ただこのルートを100人切りはもうできない状態なんで、100人切りのねボーナスはないんで、やるんだったら0人切りか、まあほどほどでアイテム等をしっかり集める、どっちかでいいと思います。もしなんかスチーム版とか出たりしたら、そういう実績としてはありそうだけどね。右下のところにね、100人切りとか0人切りって出てね。どう回っていこうかな。一回また天井裏に行きたいんだけどね。あれはオカメかな。後回しにしよう。めちゃめちゃおしゃれになってるな天守。一度外に出て、ここが滅相もないっておかしいな開けて行き来をしやすくしておいて、まあせっかくだからもう帰りましょうか。用があるとは言っていたけども、そんなのいいじゃん。ここの上司に礼が言いたい。ダメですよねと。お付き合ってくれんかにゃ。なので囚われの男が加入してしまうと抜け人エンドは見ることはできない。抜け人エンドは体験版実況の方でやったんで、よかったらそちらもご覧ください。おぼろ丸はかっこよくジャンプするけども、囚われの男さんは普通にピョンっていくね。さあ再び本丸の屋根裏へ。レバーを切り替えて進んで宝箱等をゲットしていく。コンベアに運ばれて、レバーがあるのでガチャン。これで切り替わり。
まりーの、反対向きになりーの、ここの隙間通れそうだけどな痛そうだなこれ絶対ちょっと服とか挟んでさ、やばいことになりそうだよね。もしくは肉とかを挟んで、いてててててってで、これで運ばれーの今ちょっとチュッチュしなかった？大丈夫？ここはさっき切り替わったところですね。で、またこのレバーを、肝臓を引いて、これで左上の宝箱が取れるように。鍵縄副所、忍者といえば鍵縄。天柱とか忍び道のシリーズが大好きでね。中でも一番やったのはデンプレだけかな。昔あの体験版とかがね、そのディスクがつくやつあったじゃないですか。で、天柱の1の体験版がそれに入ってて、それをねめちゃめちゃやった。本編よりも、本編が発売される前にその体験版をね、もうアホほどやったな。めちゃめちゃ面白かった。こういうところに縄を張れば、怖っよくこんな隙間と、あ、はあ、やらかした。こういうシビアさは残ったままだったか。大丈夫？大丈夫。いやー、死ぬかと思ったぜよ。めんどくせえさあ、天守を進んでいきましょう。からくりだ。ゴロ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 、やったぜこういう罠とかね、全部かかりたくなるぜ。仕掛けの元、みんな丸太を持ったか？意外と丈夫だな丸太。リーダーのあいつをやっつけちゃえばいいんだけどね。いい加減にしとけや。ふう。横の通路を通りの、ここもダメだな。触んないようにな。金さん、まあ金さだもね、どの金さだかにもよるけどね。ふう、天むす、この娘は放置。これも確か上に行けるところかな。あ、にゃんこじゃないか。かわいい。待ちまします。帰ります。これは大丈夫だっけかな？含まれないかな？女性には。多分大丈夫だったはずだけども、万一に備えて、うん。セーブは分けておいた。見てみろ。おめすわんかと思ったら、化け猫だった。おみけ。これね、ろうそくに対して火を当てちゃうとね、インカの反撃が来るからね。ごめん。猫好きの人たち、ごめん。痛いにゃ。あ、ほら、おいしいにゃ。よけんと危ないぜよ。
避けないと死んじゃうよ。死んじゃった。許せ。猫に小判というわけですね。いなくなったにゃん。ここは落ちるやつだな。歩数か時間か。鍵縄を使いの縄を張れば近く。馬手裏剣。ここも飽きそう。脇道にどんどん行っちゃうとメインの順路どこだっけってね。そうなんですよ。勝負。54人目と。ああいう女性がいるところは警戒しないとな。こっちから来るとはけてくれるんだね。でここは100人斬りをしたい場合は、な、何やつ。己じゃ立てする気か。かかれ。先にこいつらを自分でやっつけないといけない。でもせっかくだから眺めておくか。どう。ほう。ごめん、3つまでしか行けないけどいい。危ない。いい。俺を貫通していった、うん、鬼に代わってお仕置きよ。だから100人斬りをしないんだったらって思い出したけど、うっかりしちゃったな。五右衛門倒しちゃダメだったね。そういえば。まあいいか。お、一つ人用の悪の元、二つ不死だらな悪の元、三つみんな悪人だよ。脱不敵なヤサ男。えついぜよ。ちょっと眺めとくか。三つ見事に成敗の。プル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 。鬼ヶ島斬り。つえ。こういうのは見たくなっちゃうよね。かわいい。プルプル動いてる。うん、うん、うん、うん。お、整ったようです。ポッコポッコポッコ。ひらめいた。チン。屏風の虎。具現化系の念能力者だね。マイル。つまり虎を触ったり虎で遊んだり虎の匂いを嗅いだり虎を口に含んだり虎で遊ぶ以外何もするなって言われたんだろうな。
なんなら虎より坊主の方が強いという、いやこいつの念能力がまだ未熟だから強い虎が具現化できなかっただけかもしれない。トンチ坊主も顔が妖怪だもんな。まあ妖怪なんだろうな。忍法、かまいたち。しわいにゃ。なかなか HP の高い少年だった。三級品だ。一級ではなかったと。おや。おやおやおや、なんか楽しいことやってんじゃないの、あそこ。金の、ね、おなごが忍びたちに、わらわをこの城の姫と知っての狼藉かえ、何かされそうになってる。知らんな、見られたからには生かしてはおけん。ちゃんと龍馬も構えてるね。ちょっと横失礼しま、あ、ダメだ。忍法、かまいたち。よし、倒したのでお礼をしてもらおうぜ。ああ、危ういところを助けていただき、なんとお礼を申してよいか。なんとたくましい御仁。ムキムキやで。このわらわとちぎらぬかえ。セクロスですね。ファミコンソフトの。喜んで。喜んで。2名様入ります。まあこれ喜んで押しちゃうとね。ではいざちぎらん。騙されちゃいかんぜよ。お。おでに娘がおるなど。聞いたこともないがじゃ。ちぎられずに済んだ。二つの意味で。さすが伊王様が見込んだ男よな。愚かな殿方たち。照れる。素直にわらわの申し出を受け入れておればよいもの。本当だよ。